日本神奈川県川崎市、中原区新城新城は、神奈川県川崎市中原区の地名。現行行政町名としては町町としての新城1丁目から5丁目と、大技としての新城が併存している。このうち新城1の5丁目は1979年11月5日に、住居表示が施行されている。郵便番号は211-0044。 なお、新城を冠した町が新城の近隣にあるが、これらは新城から分離されて設置された。中原区の西端に位置し、全体に平地である。武蔵新城駅の南口を中心として、商店街が広がり、その周囲は住宅地となっている。新城は北端で南部線を境界として、高津区松町や上新城と、 東端で新城中町と南端で下新城と西端で高津区の千年新町や新作と接している住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば新城4の11の6の地点で30万8000円平方メートルとなっている当地周辺では平安末期から 神殿開発が行われており、稲毛本城建築目録にもその様子が残っている。ただ、小田原州所領役長に、稲毛荘、築き号夜景法とあり、この夜景が当地内の商名に否定されているように多村の一部であり、新城が一村となるのは江戸時代に入ってからであった。江戸時代の当初、当地は天領だったが、天正年間には旗本である中川氏に賜われ、 同市の支配が、幕末まで続いた。農地としては、水田を多くして、陸田省なく、村田川、商法年間の、武蔵田園墓で200石、玄禄豪町や、天保豪町、幕末の、急行給料取調べ町では300石となっていた。用水は二家両用水の分流から取ったほか、岩川村との間に、ため池があった。農館には、小物城作りも行われたほか、 全体が平地であり、焚き木の確保が困難なので、野川や千年まで出かけて、開墾を行い、切り株をもらってくるようなことも行われていた。また、将軍が近隣で高狩りをする際に、当地からも人足が挑発されていた。明治維新後、当地は神奈川県に属し、新城村、中原村、中原町、川崎市と推移していった。野菜や桃が作られるようになる。 不在地主が増えるなどの現象はあったものの、当地は農地として推移していた。1927年に南部鉄道が開通して武蔵新城駅が設置され、1942年には武蔵新城駅南側の現在の新城にあたる地の水田が南部線経由や近隣から運ばれた土砂で埋め立てられ、規則正しい道路を持った住宅地へと変貌していった。 戦後には1950年頃から南側に商店が進出し始め、武蔵新城駅に南口が開設されたのと前後して、駅南側が完全に商業地と化した。当地には明治時代から続く7つの小技があったが、地元にはあまり定着しておらず、上、中、下の3分割で呼ばれており、昭和30年代の土地改良後にはその3つに加え、 昭和17年に埋め立てられた区域を含む中央の四町会が成立した。1979年、中原区内で初めて行われた当地の住居表示では、この四町会をほぼそのまま生かす形で、上新城、新城中町、下新城、新城の町が設置された。平安末期から近隣に存在した稲毛省に対して新しく開かれた地が新城と呼ばれ、 後に文字が転じたものと考えられている。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。武蔵新城駅南口南部線が当地の北端を通過しており、武蔵新城駅の南口が当地と隣接している。武蔵新城駅を起点として、 各方面へのバスが運行されている。駅周辺には i イモールサンモールマイロードなど商店街が広がっており、大規模な店舗としてはスーパーマーケットの丸越がある。ありがとうございます。